グレートブリテン2020年エリザベス2世2オンス200ポンドプルーフ金貨ジェームスボンド007箱付きです。こちらの金貨は新しいジェームスボンドのノータイムトゥーダイの発売と同時にロイヤルミントから特別に発行された金貨、純金の金貨になります。イギリスの有名な高級車のアストンマーティンの DB5 をモチーフとして描かれた金貨になっています。24金の純金で重量が 62.42g、 直径が 40mm、 発行枚数が250枚と非常に少ないです。デザイン面の方のデザインがマット・デントさんとクリスチャン・デイビスさん2人の共同のデザインになっています。肖像面の方はおなじみのジョディ・クラークさんの肖像になっています。こちらが実際の007の2オンス金貨ですね。純金の金貨になります。外箱になっています。で、外箱を開けるとこのような、化粧箱ですね、化粧箱が1つついています。カラーのリーフレットがこのような内容になっています。007の、ロゴが入った黒っぽい表紙になっています。こちらが、中身の鏡面になっているあのピアノの鍵盤みたいな、化粧ケースがついています。実際に2オンスの金貨ですね、この中にまたリーフレットがつきつつ、このように、透明なカプセルに収められた状態で入っています。台座ごと外すとこのように、金貨がセットされているような状態です。こんな感じですね。で、反対面がこんな感じになっています。ちょっと金貨だけをアップで撮っときたいと思います。ジェームスボンドのこの金貨の台座ですね、これが実は磁石になっていて、金属のところにこう立つことができるという非常に優れものです。このジェームスボンドの007の2オンス金貨、純金の金貨で 62g ぐらいあります。直径が 40mm ぐらいあるので、非常に大きくてずしりと重く、なかなかデザインも凝っていて、面白い金貨だと思います。何よりも一番いいのは値段が安いってことですね。2オンス金貨で、今のこの値段っていうのは非常に手頃だと思っています。 Thank you for watching。 見ていただきありがとうございます。 Don't forget to like and comment the video。 動画にいいねやコメントを入れてもらえると嬉しいです。 Subscribe to my channel。 私のチャンネルに登録してください。